ただいまよりファイプロ架空団体 WMW 対既存団体 SWA 団体対抗戦第3試合を行います。青コーナーミスター X ミスターダブル X、 赤コーナーダグブーマーアレックス・トンプソン、試合時間無制限、3本勝負を行います。さあ、というわけで始まりました、はい、第3試合対抗戦の第3試合ですが、まずおさらいをしておきましょう。第1試合行われたのはバラ戦葉っぱ8人デスマッチ、見事に爆発した時点で SWA 軍のレスラーが1人 KO になって、 WMW がまず1勝ということになりました。で、第2試合の方はイルミネーション6人タッグマッチで、こちらも WMW 軍が勝利をして2勝0敗という形でリードしています。で、この団体対抗戦については4試合行われて、その勝敗数で団体勝利が決まるんですが、もし 2-2 でなった場合、最後第4試合のシングルマッチを勝った方が勝利と、団体での勝利という形にルールを決めています。ですので現在は青コーナー WMW 軍の方が2勝と完全に有利な立場なんですが、逆に赤コーナー SWA 軍の方としては、このタッグマッチと次のシングルマッチ、第4試合のシングルマッチに勝ってしまえば大逆転で団体対抗戦を勝利という形になります。ですので青コーナーとしてはまた余裕がありますが、赤コーナーとしてはもう後がないという状態です。で、今回選ばれたタッグマッチに出ているレスラーは、今出ているのが青コーナーはミスター X ですね、青いマスクのミスター X です。某新格闘とか UWF にいたあのレスラーにちょっと似てますが、まあ、一応 X という形にしています。逆に SWA 軍の方は今出てるのがアレックス・トンプソンですね、多分サイズが G ですね、一番大きなレスラーとして出ています。で、今青コーナーに控えて、今ちらっと見えましたのが赤いマスクをかぶったのがミスター WX ですね、日本人プロレスラーの中で過去最強、今のレスラーも含めて過去最強だと言われる、あの怪物と呼ばれたレスラーによく似ていますが、その正体はよく分かりません。今回ミスター X とミスター WX は WMW の対抗戦に助太刀という形で急遽参戦してくれました。先日査定マッチを行って WMW 軍のマンモス佐々木と石川修司だったと思いますがと対戦して、完全に力負けしない、力勝負で勝ってしまうという試合を見せてくれたので、もしよかったら、この YouTube の動画のどこかのリストにあるはずなので、探してみてください。対する今出ているのがダグブーマーですね。こちらも大型レスラーとしてパワーファイターとして出てますね。 SWA 軍のレスラーの選出については、全員参加、プロレスラーとしての全員参加のリーグ戦ですね、査定リーグを行ってその中から選ばれた上位、2番目と3番目のレスラーがこの2人だったという状態です。さあ、試合時間の方は間もなく8分を、間もなく9分を迎えますが、今のところそれほど差はないですが、ただ
このカットプレイに出ているところを見ると SWA 軍の方がちょっと不利という状況で、 WMW の方はまだ余裕があるという状況ですかね。今もカウント入りましたけども、カウント1で返すことになる。そしてパワーボムが決まりました。いいですね。このミサ WX については、投げ技もしくはパワーボムなどが得意というふうに聞いています。さあ試合時間は間もなく10分となりますが、まだお互い余裕ある感じですね。なんかこの王が出ましたが、ここまでよくこう真似ができていますね。さあフォールに行ってカウントは 2.9、 もう 2.9 まで行ってますね。そうですね、やや WMW の方が有利といった状況でしょうか。しかし攻めていきます。カットに入るようになりましたね。そして肩始めに入ります。試合権利があるのは赤いマスク WX の方ですね。ダグブーマー選手としてはここでダメージを食らいたくない。そしてタッチに行こうとしたが、 WX が捕まえに行くようになってきました。そしてバックを取って、ジャーマンが出ました。綺麗なブリッジですね。素晴らしい。そのままスリーカウント。いや、もう一瞬でしたね。今バックを取ったかと思ったら、ハイブリッジジャーマンスープレックスホールドで WX が1本目を制しました。ダグブーマーとしてはここはこんなに一気にいかれると思っていなかったんでしょうか。ちょっと油断したかもしれません。これで1本目、試合の方は青コーナーの方が1本取りました。さあ2本目に入りましょう。さあこれは圧倒的に WMW 軍の方が有利となりましたね。 SWA 軍としてはなんとかここで挽回をしたいところですが、ただダグブーマーのダメージは深いのでしょうか。すぐタッチに向かいました。いいですね。この2人とも大型レスラーらしいハンマーパンチの連打。そしてキャメルクラッチに行くが、まだ WX はカットには入りません。ボディスラムで投げて腕ひしですね。この青いマスクのミスター X は蹴りや関節技が得意ですので、どう、しかしハンマーパンチの方が強い。このファイプロの中でハンマーパンチを持っているものは、強い、有利だっていうのがありますね。しかしそのハンマーパンチに対抗するかのように大車輪キックが決まりました。幸い流血することはありませんでしたが、この技も流血する可能性、今噂をすればなんとやら流血しましたね。これは痛いでしょう。かつて、この技を得意にしていたレスラーと藤波辰巳が大阪城ホールでしたね、あれはね、対戦して藤波辰巳が大流血をするというあのシーンは今見てもかっこいいですね。このプロレスにおける流血というのは、ミスター高橋が告発本を出した時にいろいろありましたが、有名な話なんですけども、実はあれはレフェリーがカットしているっていう方法っていうか一つ説があるんですよね。ちっちゃいカッターの刃を、仕込んでいて、でレフェリーがレスラーに対して大丈夫かとこうチェックをしていって、カメラに見えないアングルでスッとこうカットすると、そのカットして血が出てわーっていう形で、それでレフェリーが大丈夫かっていうのが辻褄が合うんですね。ところがあの藤波辰巳と、あの時出たのは前田明ですね。前田明との一戦ではコーナーにもたれかかった藤波に対して前田明が放った大車輪キックで出血すると、もうカミソリの切れ味とはこのことだっていう、それが今再現されたということで想像が働きますね。妄想は楽しいですね。さあそう言ってる前に試合時間5分経過しました。流血したアレックス・トンプソンはまだタッチすることはありません。ということはダグブーマーもそこそこダメージがあるのでしょうか。アレックス・トンプソンの設定としては流血に強いという設定があるのでしょうか。もしかしたらこうラフなファイトスタイルですので、それがあるから平均なのかもしれません。さあしかし
容赦がありません。ダブル X はパワーボムから逆エビ固め、しかもかなり反ってますね。ガンガン攻めていますが、さあたまらずダグブーマーがカットに入りました。しかしこのダグブーマーも、まあこのダグブーマーに限らずカットに入るということは体力の回復もしくは気力の回復が遅れますので、それを考えるとカットプレイ、おっと1本目を取ったハイブリッジジャーマンが出ましたが、ここはロープブレイクです。さあしかしパワーボム立て続けに行く、そして逆エビ固め、この流れやっぱり素晴らしいですね。あの反ったやつを、いや反ったやつじゃない方が本当はいいのかな、まあまああのいいですね。ちょっとこれは明らかに WMW の方がおせおせムードで来ました。 WX は倒れているがハンマーパンチでなんとか返す。さあここで 青コーナーはタッチをして、あっといいですね、ニールキックに行きましたがそれを耐えるアレックス・トンプソン。先ほどの大車輪キックの流血までするダメージをものともしない、これちょっと気合が入ってきた感じですかね。ハンマーパンチ連発ですね。しかし3発目は当たらない。さあ持ち上げてパワーボム系に行きたかったがここは返す。さあそしてチキンウィングに入るが、これはあっと、しかし2プラトンにもいけない。あ、ハンマーパンチがうなりますね。さあこのコーナーの近くだとちょっと不利と判断したか、戻して、そしてまたハンマーパンチ、これは意外と効いているのかもしれませんね。しかし返して脇固め、あっとこれで決まってしまった。電光石火とはこのことです。あの技もあるんですけどね、電光石火って。いやーこれは決まって、いやーこれはちょっとどうなるかと思いましたが、9分44秒バックを取られたところからの脇固めの返し技でミスター X が2本目も勝利しました。試合評価は 77%、 アレックス・トンプソンハンマーパンチでこうなんとか盛り返していこうとしてたところですが試合が決まってしまいました。これで第3試合も WMW 軍の勝利ということになりました。 SWA 軍は大逆転を狙いましたが、このタッグマッチを落としてしまいましたので、事実上ここで団体対抗戦の負けが決まったということになりますね。ただまあ、第4試合はシングルマッチがまだ残ってますので、それもお楽しみいただけたらと思います。いやーこんなに力の差があるか、さすがミスター X とミスター WX、ちょっとやっぱりかっこよかったですね。いつかこの、ミスター X 対ミスター WX という試合が、しかもマスクを取って素顔でっていうのをお届けできればと思います。では、第3試合の方結果はこのようになりました。また次第4試合シングルマッチをお楽しみください。ではまた。